小説どっちめてやらなくちゃ。タイムトラベラー宇高美佐の手記。大川隆法。括弧2。宇高美佐です。鏡川隆二さんは到底私の名前の由来なんて知らないでしょうね。ふふふ。あなたが東大に入学するために上京した時、香川県の高松から岡山県の宇野まで連絡船に乗ったわよね。それからは快速列車、一面の菜の花が祝福してくれているみたいで、とても嬉しかったのよね。あなたの記憶の中にはっきりと焼き付いているみたいなので、宇高連絡船から宇高って名字を取ったの。でもあなたの記憶の中の宇高連絡船は1988年には廃止になったんだけど、東京人になっていたあなたにはローカルニュースは届かないわよね。だから私の名前の中にでも思い出を懐かしんでほしいの。ミサという名前は美しい土佐と読んでもよいけど、美馬市と土佐かっこ高知県をつないでみたの。東京人になったあなたは吉野里町がいつ合併して吉野里市になったかも知らないでしょ。いつから美馬市になったかなんて知るわけないわね。でも宇高美佐の名前の中に私が誰なのかのヒントを埋め込んでおいたのよ。私が最初にこの世であなたを見たのは、聖地四国道場が落慶した1990年。何百人もの人と一緒だったわ。まだ5歳だった私は、お兄ちゃん、お父さん、お母さんと一緒に力いっぱい拍手してお迎えしたわ。あなたは34歳になる年で、幕張メッセで年に何回も大講演会をするとても偉い人だった。でもこの時はちょっと照れくさそうでしたね。そう、宗教法人格を取る前の年よ。恥ずかしながら、この全国初の道場は、母方の祖父の川上建設が建てさせてもらったんですよ。翌年の1991年には、ハッピーサイエンスが宗教法人として認められて、7月には東京ドームで御聖誕祭が行われました。私もこの時、初めて新しい洋服を作ってもらって参加しました。これから毎年御聖誕祭に参加するようになりました。とても誇らしく、嬉しく思いました。ハッピーサイエンスの成長と、私の少女時代の成長が一緒だったのです。あなたは時々、大型の UFO の中から登場したり、象に乗って登場したり、竜の頭に乗って出現したりして、私たち子供を喜ばしてくれました。お父様の鏡川虎道先生からもご著書にサインしていただきました。ミサはあなたの教えを基本にして育てられました。スポーツもリュウジさんが経験されたテニスと剣道だけ。父から許可が出ました。
小学校に上がる前から初めて小学校、中学校と三つ上の兄の後ろを追うように剣道をやり続けました。勉強の方も龍二さんの教え通り、人は生まれによらず行いによって尊いということを書いたら、小学校の全校生徒の前でその作文を朗読する栄誉を与えられました。剣道も勉強もそこそこの成果を上げて、裕二さんの教えには 100% の信頼を持っていました。県西部の最難関、脇野町高校に慶舞とも進学しました。兄は慶応の小学部に進み、私はセンター試験と小論文で早稲田の法学部に入りました。法律の勉強が難しくて泣きそうになりましたが、なんとか龍二さんの言葉がわかるようにと努力しました。本当は東大も受けて可能性 50% あったし、阪大法学部なら合格確実だったのだけど、父がとにかく東京に行かなくちゃダメだと言うので東京まで行っちゃいました。法友にも恵まれて大学時代は充実していました。泣きながら勉強した法律学もなんとかついていけるようになって、今はハッピーサイエンスのお仕事のお手伝いができて嬉しいです。未来の鏡川龍二さんはローカルな情報なのに、私が徳島新聞社の小学生に選ばれて返済不要の月4万5000円の奨学金のおかげで大学時代が楽だったと言ったら褒めてくださいました。もちろん法律事務所などでアルバイトもしたのですが、龍二さんは徳島新聞社の返済不要の奨学金4万5000円を支給されるのは全県で5人ぐらいで、大抵は東大合格者か東京医科歯科大学医学部に合格、または経大医学部合格者に限る。総大法で受給するのは学力が東大文系レベルだったということだよと最大限の褒め言葉をくださいました。ミサが仕事でミスをして諸先輩に叱られても、リュウジさんのお言葉が励みになりました。ミサは本当は2008年に総大法学部を卒業していたのに、1年間だけ日本銀行に就職しました。ハッピーサイエンスにストレートで出家するか迷ったのですが、社会経験も少しあった方が良いと思いました。また、日銀の就職試験で小論文に教育改革について書いたところ、激賞されました。本当はハッピーサイエンスのザ・リバティ氏の教育論というべきか、龍二さんの教育思想を丸写しして書いただけなんですが、それを知らない日銀の面接官たちは、総大でもこんな人材がいるのか、と驚かれたようです。東大150年の歴史が生んだ最高の知性が説いておられる教育論が、日銀の先輩職員を感動させた
という事実はミサに自信を与えました。もちろん東大卒のエリート採用ではありませんが、ハッピーサイエンスやったぞという気持ちになりました。リュウジさんも法律と金融の両方を勉強されていたから、きっとお役に立つと思ったのです。銀行で新入研修を1ヶ月受けた後、高知支店に配属になりました。自宅に近いところにしてくれたようです。でもやっぱりハッピーサイエンスに出家したい気持ちが募り、恐る恐るそれを切り出したところ、幸い皆好意的でとても親切に3月3日の出家を祝ってくれました。ミサは2ヶ月ほど事務局で働いて、2009年の4月末に宗務本部の秘書局に配属されました。とても幸運だったと思います。その後リュウジさん、本当は先生と言うべきなんですが、同級生を演じることになっているので、ここは我慢してくださいから直接教えを受けるようになって、秘密のミッションを受けることになったのです。その続きは、まあ本書を読み続けてください。